はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日はちょっとドッキリというか、まあ、プレゼントみたいなのをすんちゃんにしたいと思うんですけど、私もまあ YouTube 始めて約 4,5 年が経つのかな。それで、まあ、一応一生懸命やってきたつもりで、最近そうだな、まあ、すんちゃんもたくさんこう作業とか編集とか助けてくれて、私一人でやっぱりやってるわけではないので、すんちゃんに今日はお給料あげたらすんちゃんの反応はどうかっていうのを見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。レッツゴー。すんちゃん、はい、携帯見てみて。携帯、うん、携帯を見てみんの。ゆか、조회수1000이네우리。ゆか、これはかなちゃんじゃん。これはひとみちゃん。なんすか、なんすか。なんでないの？何を？家督？家督？なんかピピンってなってないの？あの携帯がね、もう5年前のやつだから。なってる。だってさ、LINE もさ、全然なってないしさ、たまに家督もなってないの。わかんない俺も。はい。じゃあ、指南編。指南編？いいの？嘘でしょ。お小遣いかい？お小遣いかい？お小遣いどれくらいあるの？おお、ちょっと待って、初めてのゆかのお小遣いはいくらかな。はい、お、出た。え、1,000,000원이라고? ゆか、なんで100万円もくれんの？ありがとうございます。何かわかんないけど。何のドッキリなの？ゆかがすんちゃんに初めて YouTube で給料をあげたらどういう反応するかでした。はい、お、すごい、足りない。ありがとう、でもでもまあまあ、ありがとうございます。頑張りましょう、これからも。はい、ありがとうございます、ゆかちゃん。あ、違うの。あ、ちょっと習慣だってすみません、皆さん。最近あの、ロハンと私。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます、ゆか。頑張って使います。違う。頑張ってそれを、ゆかの保険とか、ロハンの保険を、貯金をします。はい。はい。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムと TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。バイヨー。